けるイメージは湧かないですね。全く怖くもないし、全然グローブなしでもやりたいぐらいですね。早くやりたくてしょうがないですね。殴り合ってほしいですね。なんか無駄な作戦とかもいらないし、いや近く闘技ってそういうもんだと自分は思ってるんで、もう1分で KO できるぐらいでもうガツガツいくんで、ナンバーワン自体過酷って言われてるんで、やっぱり過酷なとこでやっていかないと意味がないと思ってね。こんだけいろんな、僕も結構連敗してて、でもナンバーワンで勝ってこそやっぱり馬券が強いってなると思うんで。まあ、勝つこと前提でしっかり殴り合います。戦うとしやくんとの殴り合いで証明できたらなと思ってるんで、まあ、相手がもう喧嘩上等で殴ってくるんだったら、こっちも殴って殴りまくる。もう和製ロッタっすね。止まんないっすね。もう負けたことはないっすね。もう殴ってもう前に出続ける、それだけっす。まあ、3分あれば十分っすね。とにかくナンバーワンのファンの皆さんに勝つとこ見せたいっす。激しい試合したいっすね。勝つとこ、とにかくマジで見したいっす。刺激が欲しい。どんどんナンバーワンのそのレジェンドの人たちに挑戦できたらなと思ってるんで、まあ、それはしっかり勝ってから言います。まあでも山岡よりはやってる自信ありますね。あ、山岡かみたいな、山岡楽勝じゃんって思ってるかもしれないですけど、まあそんなに甘くはいかないよっていう感じなんで、勝つのは俺かなって感じですね。あんまり山岡だから勝てると思ってたら、そうそう甘くいかないからね。しっかり殴り合おうぜ。俺地元だから恥かけねえから、死ぬ気でやるから死ぬ気で来いよ。俺がナンバーワンだ。俺がナンバーワン。